で、三つ目ですね。三つ目のパスタに関してです。で、これはですね、麺とソースの絡み方っていうのがすごく難しくてですね、現在も絶賛研究中なんですが、まずですね、麺の部分に、ここベラムって書いてありますが、これが PBD ですね。PBD。フーディニーで言うところの PBD が実装されてるのってベラムなので、麺の部分、パスタのその麺の部分にベラム、XPBD 使ってます。で、ソースはですね、フリップ、流体シミュレーションですね。フリップ使ってるんですね。で、まずは麺を配置して、麺を配置してですね、こういう紐状のものを配置して PBD でシミュレーションかけます。で、そこにソースをですね、流体フリップで上からかけてあげるというか。で、そのフリップがですね、このベラムのその麺のモーションに合わせてどう動くかというのを計算するんですね。簡単に言うと衝突計算というか、をするわけですね。で、その時にフリップの方から、シミュレーション、面の影響を受けて動いた流体の方の速度場を取ります。で、その速度場を加えて、もう一回ベラムをシミュレーションします。同じモーションなんですけど、ホークとかでですね、こう、持ち上げるっていう動作は同じなんですけど、そこに流体の速度場をシミュレーションで加えてあげるんですね。そうすると、面の方の、そのベラ、PBD の方の動き若干変わるんですね。で、その若干変わったやつに合わせてもう一回フリップでソースのシミュレーションをかけます。だから2回やってるんですね。2回。で、これがですね、じゃあなんで2回なんだと言われると、2回やった方が、まあ、動き多少変わるので、正確かなっていうところですね。別に2回やらなくてもいいかもしれないんですけど、場合によっては。うん。これはちょっとちゃんとした科学的な根拠があるわけではなくて、2回やると若干こう、動きが良くなるかなというのと、じゃあなんで3回以上やらないんだっていうのは、それはもう計算コストがかかるからですね。何回もやってもいいのかもしれないですけど、こう、動きが本当に変わらなくなるまで。やってもいいのかもしれないですけど、うん、そうするとやはり計算時間がかかるということです。はい。ということで2回ずつ計算してるという感じですね。で、まあフリップに関してはちょっと本当に簡単に言うと、流体シミュレーションっていうのは基本的にはグリッドベースなのかパーティクルベースなのかっていう考え方ありますね。はい。で、それぞれ、いろんな手法があるんですけど、フリップっていうのは、グリッドベース、パーティクルベースのいいとこ取りしてるハイブリッドな手法になります。で、圧力光に関しては、グリッドベースを使って計算して、圧力勾配を計算して、で、その圧力勾配に対して、パーティクルをその圧力で動かすと。で、その動いた先のところで、また、圧力っていうのは、パーティクルっていうのをこうグリッドに、パーティクルが持ってる速度場をグリッドにマッピングしてあげて、で、それを使ってまた圧力勾配計算して、で、その圧力勾配に従ってパーティクルをまた動かすみたいな。だから、移流光ですね。グリッドベースって移流光を計算するというか、移流光を管理するのが非常に計算コストかかるんですけど、そこをもうパーティクル動かすことで、移流光の計算っていうのをしなくて済ませると。いうような手法です。フリップはですね。はい。このフリップに関しても、非常に有名な手法なので、いろいろな、書籍であるとか、論文っていうのが発表されてますので、そこら辺見ていただければいいかなと思います。はい。で、さっき言ったように、面のシミュレーションっていうのを1回目やります。お皿とか、フォークとかですね。そういうコリジョンっていうのを XPBD、ベラム。で、シミュレーションかけます。はい。で、それに対してソースっていうのをですね、フリップで、どう動くかっていうのを計算するということですね。で、この速度場を取ります。フリップって最終的にはパーティクルになるので、で、そのパーティクルから速度場っていうのを取得すると。で、その速度の影響を受けて、面っていうのがどう動くかっていうのをもう一回シミュレーションかけるということですね。これが、
ソースの速度場になってます。はい。で、これでもう一回 XPBD でシミュレーションかけるということですね。はい。面の、ベラムでの、あれですね。シミュレーションの結果を使ってフリップソースの方をもう一回計算するということです。はい。で、あとはソース。まあ、今回はですね、ミートソースをちょっと、想定して作りました。ミートソースですね。まあ、ちょっと難しかったんですけど、逆に、なんていうか、もうちょっと簡単な方が良かったかなという気もするんですけど、なかなかここら辺のソースの表現も難しくてですね。はい。ここはまだまだ研究の余地があるかなと思いますが、これは、もう本当に簡単に、フリップのそのパーティクルですね。フリップのパーティクルをそのままというか使ってですね、そこにコピートゥーポイントで、まあ、いろんなこの、なんていうか、ミートソースのお肉の部分ですね。こういう、まあ、具材といいますか。具材を配置しました。はい。で、それで出来上がったシミュレーション。まあ、これがそういう画像なんですが、ちょっと映像をご覧ください。はい。まあ、これもですね、いろいろ、学会とかでも、すでに発表してるんですが、まあ、いろいろご意見はいただいててですね、パスタの太さとかですね、もうちょっと太くてもいいんじゃないかとか、あとはやはりソースの方がこう、なかなかミートソースにリアルに見えないとか、アップにしちゃうとなんか納豆みたいに見えるとか、そういうご意見もいただいてて、なかなかやはり食べ物っていうのは、リアルに見せるには、こう、課題も多いなと感じてるところです。はい。まあ、あとはパスタの量とかもですかね。あとはもう、まあ、皆さんご存知のように、パスタもすごいいろんな種類があるので、ソースもそうですし、麺の太さもですね、いろいろありますので、まあ、研究対象には困らないかなというところですね。ということで、現在はですね、今、説明したのは、ソースの部分はフリップ使ってるんですね。フリップを使ってるんですが、これ、ソースの方も、それこそ流体のシミュレーションに関しても、最近、PBD と同じ考え方で、ポジションベースのシミュレーションの手法っていうのが出てきてます。ポジションベースとフルイドダイナミクスかな。その、頭文字取って PBF とか、って言われたりする手法ですね。ポジションベースとフルイドダイナミクスで PBF とかっていうようなアルゴリズムも出てきててですね。今そのソースの方もポジションベースでできないかというのを学生は研究してます。あとはですね、パスタの方の摩擦ですね。摩擦。当然ソースが絡んでる部分のパスタのところの摩擦っていうのはソースの影響で摩擦力弱くなるはずですし、その摩擦の、違いによってシミュレーションどう、なるかなとかっていうあたりとかも、今研究中です。まあ実装中なので、どこまでできるかわからないですけど、ここもですね、さらに研究は進めていきたいなと思ってるところです。はい。ということで、以上になります。今日はですね、PBD、XPBD の簡単な解説から、うちの研究室で取り組んでる PBD を使ったシミュレーションをですね、利用している食べ物の CG について紹介させていただきました。ご清聴ありがとうございました。